谷組に刃向けたって。どこ行きや。どこ行こうかわしらも勝てるな。7段階くらい。柳田藩が犯人をかくまってるっちゅう話です。そうかって言うとんねやろな。戦争にでもなれば大阪は血の海やけ。無駄な血は流すな。うちにとって邪魔な存在にならへんうちに弱体化させようと。わしの杯を受け。何やって？わざわざ来てくれたんだ。輝く星にはそれなりの責任がいるんや。